で、やっぱりこのように複雑についているからこそ筋肉を鍛えるっていうのが、特に内側の筋肉ですね、そこの筋肉を鍛えていくっていうのはすごく難しくなっていくかと思いますけども、大事なのは、今日は、お尻と、腰ということで、まずはもちろん腰お尻を重点的にしていくんですが、きっと皆様夜になって足も疲れていると思いますので、今日の講座は足を動かしながらぜひ、聞いていただけたらいいと思います。でですね、まずちょっとお座りになって椅子に座るよりはこうやって床に座った状態で、こう私のように足を広げて背筋を伸ばしてもらいたいと思います。それで、手はこう横に軽く添えるぐらいで、股関節、足の付け根の方から、お尻の方から、こんな風に足をゆらゆら、揺らしながら聞いてもらえたらいいなと思います。軽くでいいですよ。こう、つけようとかしないで、本当にこの付け根の方から、ゆら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 揺らしながら、私の講義を聞いていただいて、その後一緒にまた別の動きをしますので、それまでこのようにゆらゆら足を揺らしていてください。でですね、改めてこんな筋肉とか骨とかを見てもらおうと思ったのは、やっぱり構造を知っていると自分の体に対する関心がより深くなるかなと思いました。私はその作業療法の勉強をしている時に、そうやって筋肉とか骨のこと、内臓のことを知れば知るほど、なんて体ってすごいよくできてるんだろうって感動したことを、改めて勉強しながら、こうやって皆さんにお見せしながら、その時の感動を思い出し、また改めて感動したりもしています。で、今日の、絵は、イラストは3つありまして、1つ目は、抗重力筋と書いてある立ち姿のイラストを見ていただきたいと思います。今日話すポイントの大事な、筋肉がいくつかあります、背骨周りは筋肉というのがポイントで書いてありますけど、脊柱起立筋という有名な筋肉がありますね。背骨の本当周りについている筋肉です。で、そこが本当に緊張しすぎると、こうもしかしたら腰痛になり始めたり、あとは腸腰筋とか大臀筋とか、そのあたりも硬くなってしまうと腰痛になりやすくなるかもしれません。で、今日のポイントは腰と、股関節ですので、今言ったあたり、あと腹筋群も関係がありますね。だから結局は重力に立ち向かえる筋肉が必要です。で、その真ん中、お尻のあたりの筋肉ですね。大臀筋、中臀筋、そして見えにくいですけど中には小臀筋という筋肉があります。で、脊柱起立筋も背骨の周りについています。でですね、前回もお伝えしたんですけど、この背骨の横には、骨がないので、本当に筋肉だけで体を支えている状態、背骨だけで頑張るのは難しいですので、やっぱり筋肉をつけていかないと、腰もすごく大変なことになりますから、この空いている部分、脇腹ですね。脇腹も鍛えるのが腰を守る秘訣になると思います。なので、もしよかったら前回の、私の脇腹編、へそ脇腹編もなんか見ていただけたら参考になるんではないかなと思います。そしてそのお隣、腸腰筋と
書いてありますね。あの大腰筋と腸骨筋というふうに、2つの筋肉のことを合わせて腸腰筋というそうです。でやっぱりこのように複雑についているからこそ、筋肉を鍛えるっていうのが特にあの内側の筋肉ですね。そこの筋肉を鍛えていくっていうのはすごく難しくなっていくかと思いますけども、大事なのはまんべんなく体を動かすことですので、今日今また、途中で入られた方にお知らせしますが、こうやってゆらゆら揺らしながら、入っていただいたかと思います。はい、あ、その前に、皆さんにちょっと試してみてほしかったことが一つありました。その一つは直に今、お尻を触ってみてください。どうでしょう？お尻を、下着の中に実際に手を入れて触ってみていただきたいなというのがありました。自分のお尻が冷たいなって感じる方いらっしゃいますか？今、私も触ってみたんですけれども、いつもよりはちょっとあったかいです。あのね、やっぱり、日によってというか、時間帯によっても、お尻の、この、触った感じの温度が違うんだなーっていうのを感じています。で、お尻をぜひ、時間帯変えながら、触ってみてもらえたらいいなと思いました。で、今日も、今触った時点のお尻の温度、股関節の温度と、実際に今から3つほど皆さんと実際に運動しようと思っているので、その運動した後にまた触ってもらって、少しでもお尻が温まっていたらいいなと思います。ではもう一つ、お尻の形5種類ということで、まあ、イラストはビフォー、アフターで載っていますけど、お尻の形5つ、5種類あるそうです。皆さんはどのお尻でしょうか？平尻というのは、日本人に多い横に広がった感じのお尻のことを言うそうです。まあ、垂れ尻っていうのはね、イメージつきやすいと思いますけど、文字通り、なんか重力にちょっとあがなえなくなってしまったようなお尻。そしてピーマン尻っていうのは、ちょっとピーマンみたいにデコボコがちょっと作られたような感じのお尻。そして四角いお尻。と、あとは丸尻。まあ、要は、この丸尻、桃尻と言ったり、ピーチ尻と言ったりもしますけど、まんべんなく筋肉がつくと、丸い、かわいい、きれいなお尻になると思います。ですので、私たちの目標は、丸尻です。いつまでできるか、もしよかったら、目標を立てて、丸尻になって、行こうと宣言してもいいかもしれません。私はお尻美人になりましょうとよく言っています。で、そのね、お尻の形から筋肉がしっかりついているか。で、なかなか後ろ姿っていうのは確認取れませんので、ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、ぜひ、お尻を、こう、なんて言うんですかね。写真撮ってもらったりとか、あとは、まあ、周りの人に見てもらったりとか、するようにしたらいいんではないかなと思います。では、早速ですが。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方は、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。